国鉄滝急線経過車は、かつて、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍した、私有貨車である。本形式は、クロロホルム専用の35トン石炭ク車として1961年11月2日から1981年3月31日に、かけて23両が、富士重工業。 日立製作所、日本車両製造、川崎重工業にて製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、高前知事、小滝と表記する。本形式の他にクロロホルムを専用種別とする形式には、滝6810型のみである。1979年10月より化成品、分類番号、独61が表記された。落成時の所有者は、 新越化学工業、三井化学、旭ガラス、徳山ソーダの四社でアリゾのおのの常備駅は、黒井駅、笠寺駅、地主駅、新南洋駅である。三井東厚化学所有者四両が1八十四年七月三十日に、新越化学工業へ、名義変更された。徳山ソーダ所有者二両が1八十八年六月十五日に、日本石油輸送へ、 名義変更された。朝日ガラス所有者2両が1994年1月に新越化学工業へ名義変更された。長年にわたる製造、製作メーカー数、ユーザー数の多さ等の条件により形態の変化の多い形式である。二役方式は、積み込みはタンク上部の液入管からの上入れ、荷下ろしは土質管からの下出し方式、液出管と、 空気管による上だしの2種類が存在した。車体色は黒色、寸法関係は、全長は 1700mm、全幅は 2400mm、全高は 3872mm、台車中心間距離は 6600mm、自用積は23.5立方メートル、自長は16.7トン、換算量数は、積車5.0、空車1.6であり、 台車は、ベッテンドルフ式の TR41C、TR41E-12、TR41E-13、TR225、e、TR213C TR である。TR41C 装備車は後に TR41DS-13 に改造された。1987年4月の国鉄分割民営化時には21両の車席が、 JR 貨物に継承されたが、1997年度から、トータが始まり、2002年6月に最後まで在籍した2両が、廃車となり、同時に、形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。